こんにちは。How to Japan 寿司職人の山口正史です。今回はこちら、シャコ、こちらを仕込んでいきたいと思います。江戸前寿司の代表的な仕込みの一つである漬け込み、こちらの仕込みを用いて仕込んでいきます。オスとメスございます。で、メスの方ですね、こちら卵、かつぶしと言われる卵ですね、ホクホクした身の食感があり、大変皆様に好かれる食材の一つですね。一方のオスの方ですね、こちらまた卵がない分身の質が異なります。ただ先ほど話をした江戸前の仕込みの一つである漬け込み、こちらをすることによって大変美味しい寿司種の一つになります。それではやっていきましょう。僕が仕込むのはもうボイルされてあるものですね。貸しでボイルしてあるものを、使用します。オスの方ですね、お腹のところを見ると2本の足というんですかね、細いものが、ついてます。でメスの方はついてません。そして、色もやっぱ違いますね。子供を持ってるシャコ、色が違います。まずこちらの頭の部分ですね、こちらハサミで切っていきます。ここの部分ですね。そしてこちら両サイドハサミで切ってみます。このまままっすぐ落とすよ、こうちょっと斜めに入れてあげた方が身の際のギリギリのところを切っていけますかね。オスもメスも切り方は一緒ですね。こちらオレンジ色、黄色ですかね、が卵です。ないのオスですね。それでは皮を剥いていきます。尻尾の方からですね、親指で、身を押さえながら剥いていくようなイメージですかね。この時に気をつけて取っていかないと、身まで剥がしてしまうので気をつけてください。取りづらかった場合、足とか最初に取っちゃってもいいのかもしれませんね。このように取っちゃって剥いていっちゃう形でもいいかもしれませんね。こんなような状態です。あとはこちらも同様にシャコの身を押さえながら取っていってあげてください。このようにシャコですね、骨がついてます。身の中に入り込んでいるので、こちらをきれいに取っていってあげてください。池のままのものを使う場合は必ず、海水に浸かっているもの、豚屋さんの方も、海水に浸かった、シャコ、池のシャコを回してくれると思うんですが、そしたらシャコが死んでしまう前にすぐに、塩茹でしてください。なんでかというと、シャコは死んでしまってから、死んでしまうと身の方が縮まってしまいます。溶けてしまいます。なので生きているうちに、シャコを湯がく、そしておかあげし、掃除をして漬け込む、このような仕事の流れにしてください。お水とザラメ、お醤油、みりんですね、こちら加えて炊いていきたいと思います。江戸前の仕事の一つである、漬け込む仕事ですね。ザラメを入れていきます。でそして、みりんです。みりんを入れていきます。はい、最後にお醤油を入れていくんですが、ある程度ザラメが溶けてから入れてあげた方がいいと思います。理由としては、一番最初にお醤油を入れてしまうとですね、
お醤油がやっぱ詰まっていくので、なのでまあ最後に入れてあげた方がいいと思います。調味料を入れ、今一煮立ちした状態です。みりんのアルコール分を飛ばして、調味料が合わさっている状態ですね。そしたら、アクを取り、味を見て漬け込みという仕事に移っていきます。必ず味を見ないとどのような味になっているかわからないので、味見するようにしてください。車庫に味を含ませていくという仕事に移っていきます。オスとメス、厚みが違ったりするので別々に炊いていきます。でこちら今メスのシャコを、子持ちのシャコを入れました。グズグズグズっと煮立っててしまうとシャコが割れてしまいますね。煮崩れしてしまうので、ある程度温度が上がってきたら火力を止めてゆっくり冷ましていきます。目安としてはこの鍋の周りボコボコボコっとこう気泡が大きいのが出てきたりしたら一つの目安としていいと思いますね。これをまた味含ませて軍艦とかにもしたりしますね。シャコの切り付けは特に難しいことはありません。ただ唯一気をつけなければいけない点は、握る前に余分な水分を取る、こちらが一番重要です。では実際に切り付けていきたいと思います。こちらですね、シャコこのまま握ってしまうと丈が長いので、こちら手削で両サイドを落とす。